モーニングダッチでスタンディングで再生医療を受けて1年ぐらい経ったぐらいからは、うん、医師とは関係ない勃起っていうんですかね、うん、寝てる間に結構皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。はい、今日はお久しぶりのカイトに来てもらいまして、再生医療のこう変化、再生医療しての変化とかをお話ししていこうと思います。はい、まあ、今日はカイト編ですね。カイト編、私編ではなくカイト編です。じゃあ早速カイトの受賞期と治療を始めた時はいつ頃ですか？受賞してからは4年ぐらい、4年ちょっと経ってて、はい、再生医療を始めたのが、2年ぐらい、2年ほどやってます。ちなみに投与の回数はもう覚えてないよね。だいたい5回ぐらいやらせてもらう。あ、5回、はい、あ、そうなんだ。で、カイトは大阪だから、まあ、福岡に入れる時はいてて、はいはい、他に大阪いる時はリハビリしてた。大阪いる時は脊髄損傷専門のトレーニングジムのリワークアウトというところに週2回リハビリに行かせてもらってます。あ、はい、J-WACKでリハビリを始めたのはでもどれくらい？それはもう退院してすぐやったんで3年半ぐらい。へえ、なるほど。初めて再生医療をしたのが2年前で、まあ、投与はその中でも5回やっている中で変化はありましたか？はい、僕は完全損傷で弛緩性麻痺でその形成が起こりにくい体なんですけど、うん、入院してた頃よりはその形成が増えてきて、うん、サインでよく現れることが多いんですけど、麻痺部に怪我がある時、傷があって炎症を起こしてる時とかは、うん、形成が増えて、体がその異常、異変を感じてその形成みたいな形で現れるとか、うん、しっこが溜まったり、その便が溜まった時とかは、うん、もうその形成が増えますね。そういう変化感じれるようになったなって自分で自覚し始めたのはいつ頃？3ヶ月ぐらい、1回目の期間って言ったんですかね、うん、そこ終わってから結構その反応は増えましたね。それ再生医療始めてからですね。形成の強さ以外に、はい、例えば触った感じとか、はい、熱いとか冷たいみたいなのはあるの？熱い冷たいは結構初めからなんとなく熱いとか、熱い方が結構分かって。初めって どこからの初め？退院してから家に帰ってからですかね。ジェイワークアウトのリハビリ始めてぐらいから、まあ、なんとなくですけど、うん、確かか分からんけど、うん、なんか熱い、今お湯が当たってるなっていう感じは、へー、はい、若干ですけど、うん、再生医療を受けてからは、まあ、右足なんですけど、右足のその温度、あったかい冷たいは最初が 10% 分かってるやったら、うん、30% とかその分かる感じは増えました。それはもう右足全体、それともここまで？膝上、膝あたりですね。あ、太ももじゃなくて膝あたり。膝あたりですね。だからなんかこの膝ってこう補聴器じゃないですか、こうやって。だから結構その繊細なんかも結構苦手で これされるのが、うん、ここね。じゃあ一回目つぶってやり始めたら始めましたって言ってね。一目しちゃダメだよ。はい。おお。あ、音？あ、音ね。はい。おお、すごいすごいすごい。お前最後。いや、そうっすよね。ちゃんと点はむずいかもね。ちゃんとそうじゃないんですけど、うん、ちゃんとこうなってる、そうじゃないんですけど、うん、なんか何もないとこからこうちょんじわってなる、うん、かじわってなる感じが小商売じゃないんですけど、そう、開き切った時にあっていう、あ、そうあって、うん、こう、うん、それが増えるみたいな、こう、っていうのはまあ結構それはもう再生を受けて1年ぐらい
しばらく経ってからなんか感じるようになってきました。はい、でもなんかストーリーとかでさ、はい、足の指こう、あウィニーって、うんうん、ウィニーってやるやつ出してたけど、うんはい、あれは形成じゃないでしょ。あれ実は形成で、タレになる時は結構裏ももが張ってて、うん、それをこう前屈みたいな感じでこうやったら、うん、反応でこうなるみたいな。自分の意思ではないんですけど、ただでもあれも、うん、あの入院してる時とか受傷してから半年ぐらいまではなくて、うん、でもトレーニング始めてああいうなんか指がこう動くのが出てきて、うん、再生医療を受けてもっともっと足に刺激を与えていったら反応する範囲が増えて、左足は結構足首からこう動くことが多くて指じゃなくて、それ絶対さ自分がさ上がりとかさ逃げっていうのを送っても、はい、絶対になんないの。実はその結構しびれが結構あるんですけど、うん、しびれが一番強いのが足なんですよ、うん、足の 指なんですよ、うん、ってことは結構そのイメージしにくいっていうか、うん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 、このしびれの種類で言うても痛いしびれなんで、うんうんうん、意識するのは結構一番難しいところではあるんで、うん、一番反応するけど一番あの動かしにくいっていうか、あの意識しにくい場所ですね。じゃあ動かせるっていう意味合いだったらどこある？3ヶ月ぐらい前からなんですけど、うん、要はこう下半身麻痺してるんで、うん、その自分の男性器、うん、男性器にも刺激を与えるっていうリハビリはしてて、うん、男性器に刺激を与えるリハビリ自主練、自主練です。あ、自分でこうさ、あ、自分でこうね、そうじゃないですよ。え、自分で触るっていうことじゃなくて、あ、うん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 、はい、大丈夫、大丈夫で、まあ、ちょっとエッチなもんを見たときに、うんうんうん、なんか若干興奮した時っていうか、うん、なんかわかんないですけど、お尻に形成が入るんですよ。へぇー、面白い。こっちにはでもあんまり反応してないです。あの、うん、男性器には反応してないけど、うん、お尻が結構、なんかそういうの見ただけにゾワってする感じっていうか、ね、何の役にも立たないですけど、3ヶ月前からありましたね。で、からので、からの、まあその前からは、うん、前にも、まあ再生医療を受けて1年ぐらい経ったぐらいからは、うん、意思とは関係ない勃起っていうかね、うん、あの寝てる間に結構モーニングでしょ。はい、モーニングガチでしょ、スタンディングでモーニングスタンディングでは再生医療を受けてから増えましたかね。え、そのさ、うん、モーニングスタンディングは本当にじゃあいつある日の朝目覚めて起きたら、はい、あれみたいな。でもそれもうなんか結構ちょっとじゃなくてもうしっかりなの。でも結構ガチガチっすね。モーニングさんは起きたらふーってもう治っちゃうの。結構そう、持続力はなくて、うん、朝起きたらおってなってで、うん、でもうすぐもうしぼんでるみたいな。はい、で自分で触っても別に起き上がることはない。あ、でもその時に結構うわーってあの激しく刺激したら、うん、まあ踏ん張る。でも動画見てもモーニングにはならないんだ。だから調子いい日はなりますね。へー、足の状態がいい、例えばその気候がいい日とか、うん、気分がいい時とかは、うん、雨とかは逆にしびれが強くなるんで、はい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 、あるね、あるある、雨とちょっと体調悪い、気圧の、あ、そうです、なんか体調も崩しやすいんですけど、うん、これも晴れてる時とか、うん、ご機嫌な時はご機嫌え、ただ、はい、あの何ですか、噴射するまではいかないの。あ、そうですね、その、そうですね、男性たちはさ夢の中で噴射もあるわけ。あ、まあ聞くという話しかないけどさ、まあはい、夢の中噴射まではいかんけど、うん、夢の中プレイ我慢してる今、うん、朝導入するじゃないですか、うん、ちょっとエッチな夢見た時に、うん、朝導入してパッてカテーテル抜いたら、うん、こうまあ先っちょにちょっとネバッとしたものがついてるとか
ワセリンじゃなくて、ワセリンじゃなくて、グリセリンじゃなくて、あれ多分ネバーってならないでしょ、こうやって。あ、なるほど、ね、こうなるぐらいのだから血気が出てる。へえ、すごいね。その怪我してから、はい、そのモーニングが起こるまでは一回もその元気になることはなかった。なかったですね。じゃあ、最近あれですね、ゴルフをやってますね、はい、ゴルフなんかお上手だそうで、はい、まあまあであれに乗りながらでもお上手なのはやっぱりお上手なんですね。いや、あれはもう全然違うんですよね。ひねりもないし、本当にあ、こんなに体使えないんだっていうのがあれだってほんまによく分かって、うん、要はここゴールスティングで結構90度ぐらい肩をひねるんですよ。車椅子になってあれ乗って初めてやった時も30度ぐらいしかいかなくて、あともう手みたいな、飛ばんし、安定しないし、うん、車椅子なんてゴルフできると思わんかって思ってなかったから楽しかったけど、やっぱりあ、こんなに使えないんやっていうのは結構ショックで、うん、あ、じゃあ今日リハビリ頑張って、うん、上半身のこの柔らかさとか、うん、背筋のその体幹の安定感とか出して、うんうんうん、もっとそっちを頑張ってからゴルフ頑張ろうと思って、うん、去年の、うん7月、8月ぐらいに、うん、北海道でラウンドしたんですけど、うん、136やったんですよ。おお、結構叩いてて、小3の時初めてラウンドした時も135ぐらいやって、そんなに初心者っていうか、おい、初心者の人生初めては140まあそんな感じです。初めてで本当に初心者やなと思って、うん、あ、体もこんな使われへんなと思って、でもあのパターとかウェッジとかこう短い距離のショットは、うん、結構感覚がもう昔のがあって、なんかできたんですけど、その長い距離ドライバーとかは、うんうんうん、もう本当当たらなくてチョロとかばっかりしてて、振ることが精一杯だったんですよね。ね、セイローセンターとか、ジャーカーツさんでも結構そのトレーニングして、もう再生医療センターさんでも結構そのゴルフスイングに、うん、役立つようなトレーニングも教えてもらって、うん、で、いざ今年の7月にゴルフまた行ってきて、うん、その時97が出て、うん、初日、うん、やったと思って、でも全然違うかったんですよ、その飛距離が、うん、方向性もすごい良くなってて、うん、全然変わってると思って、で、その次の日また回ったら89が出て俺やっぱ上手いって俺やっぱ才能あるなと思って本当に体使えてる感じが増え実感できましたし、受賞してるより上の範囲がもう使えてなかったんで、TH12 より上の部分がもうその、要はこう一日中車椅子いるわけじゃないですか、固まって筋肉が、でもその日常からそうやってストレッチとか増やしていって使える範囲増やしていい声を回ることができて嬉しかったです引き続きリハビリもやっていき、ゴルフもやっていくそうなので、はい、今後ともまあまたヘイ君があったらお知らせしたいと思います、はい、この動画が良かったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。本日も最後までご視聴ありがとうございました。